取って相手を止めるタグラグビーにしよう。取るのが結構楽しくて、なんか行くのもすごい楽しかったけど、取られるかもしれないから難しかった。キャッチできることすごい大事。キャッチよかったらパスを出して、まずキャッチで取れて取っちゃったらね、そこからパスが入れない。それじゃあ、こっから広がって、じゃあ、クッチ。すごい重くてなんかツルツルしていました。ちょっと重かった。いや、もうすごく貴重な体験だったので、いい思い出になったね、こたね。はい、まず、こちらレスリング協会会長、宝石から女子レスリングの父と呼ばれていらっしゃいます、福田会長。見ていただいて実体験をしていただきたいというふうに思っております。長友市長にマイクをお渡しいたします。よろしくお願いいたします。嬉しそうだなという、そういう思いはあったんですか。今度の東京オリンピックでは今回よりもさらに厳しい予選だとか戦いがあると思います。それでも今回こうやってリオのオリンピックで金メダルを取れて、皆さんにこのようにお見せできたっていうことが次の自分につながってくると思うので、次の東京オリンピックでも金メダルを目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。